おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も幻想乙女のおかしなかくれんが実況プレイ始めていきましょう。ベル君編ですね。前回はベル君編の第2回目をやったんだったかな。で、どこまで進んでしまったんでしたっけ。あ、アンジェちゃんがやべえことしてきて、やべえ、アンジェが吸血鬼ってこういうことだったのか、やおみたいな感じで終わったんでしたね。っていうことは、お食事タイムのたびにアンジェちゃんがベル君に襲いかかってくるってことだと思うんで、ちょっと逃げる技術を身につけておかないといけませんね。では早速やっていきましょうか。アンジェちゃん、一応話しかけるかね。はい。あらベル、どうしたの？あ、アンジェ、別に何でもないよ。それならいいけど、今日食料ありがとね。お腹が空いてたから助かったわ。あ、アンジェがそう言ってくれるならよかったよ。うわー、なんだこの切ない感じは。私 BGM がないね。とりあえずはあと寝ればいいのかね。ここに、あ、いけるのか、普通に。別に研究室じゃないな。別にここに来る必要はないよね、今はね。これはもう見たし、あ、もう見たし、特に調べられるところも多分増えていない。そのまま離れる。おとなしくあとは寝ればいいかな。よし、じゃあそっち行くか。おい、あれ、でもなんだ、特に何も。あ、そろそろ寝る、まだ起きている。あ、こういうのがあるのね。一応じゃあ、まあベルちゃんじゃ、また間違えたよ。アンジェちゃんに話しかけたんでいいんじゃないかな。寝ても寝ようか。あー、これでまた回想シーンに行くのかな。ほい。お、どうすんだ？おろ！なんだここ。おお。うわ！なに？びっくりした。え？なに。アンジェちゃん行かないで、ちょっと。どこ行った？あれ進めない。あれ進めない。アンジェちゃん、最初のここのガシャーっていうの何だったんだろう。びっくりしちゃったな、本当に。あ、ここ行き止まりか。ちょっと待って、迷路みたいになってるわ。こっちが進めるルートってこと？アンジェちゃん、びっくりした。アンジェちゃん、あ、ここも行き止まり。私とことん行き止まりに引っかかってんな。こっちか。また多分ガシャーとかなるよね。ならないか。あー、なっ、あー、別方向できたか。はい。まただ、道の先々にあるパンくず、これは道しるべ。いや、このさ、ちっちゃい頃のベルント君見てるとさ、なんだろう、まあ今もめちゃめちゃ可愛いんだけど、瞳の色の、なんだろう、澄んでる感じ、瞳が澄んでる感じがね、とっても可愛い。アンジェちゃんはこの先にいるのかな。おうおう。アンジェちゃん泣いてる。どうした？お父さん、お母さん、狼だ！狼が人食いに現れたぞ。1年前、村に突然吸血鬼が現れた。おい、銀の玉が当たらないぞ。このままでは玉切れになってしまう。どうすればいい？今回の吸血鬼は普通じゃない。俺たちの先祖と同じ純血のようだ。吸血鬼の、D さんはつまり純血ということですかね。くそ、厄介なことになったぞ。お前は下がっていろ。でも、いいから黙れ。お前にはまだ早い。そんな、僕だって。何度も言わせるな。近寄るな、足手まといだ。まあお父さんは多分ベル君のことを心配してくれてたんだと思うけどね。違うのかな。今でも僕は後悔する。この時、僕が諦めなかったら、父の言葉を言い訳にして戦いを放棄してしまわなかったら、お父さん、お母さん。アンジェの一家はアンジェ一人を残して惨殺された。はあ、住む家のないアンジェは僕の家で引き取ることになった。僕のせいだ。あの時、せめてアンジェの家の周りを見張ってさえいれば、吸血鬼に遭遇した時、せめて威嚇射撃でもできれば、僕があんなところで諦めたりしなければ。この時、僕は自分自身に嫌気がさした。だから変わろうと思った。村全部を守るのはまだ無理だ。それならせめて一人だけアンジェに守られなくてもいいように、むしろ僕が彼女を守ることができたら、そしたら僕はもう昔の僕じゃないって、誰かを守れるくらい強くなれたんだって、僕自身に認めさせることができるから。胸に抱える思いはただ一つだけ。一点だけを見つめてまっすぐに。吸血鬼によってアンジェちゃんのパパママは殺されてしまったと。で、そのついでと言ってはなんだが、お前を仲間にしてやろうとアンジェちゃんのことを吸血鬼にしてどっかに去ってったクソ D ってことですね。おお、どうした？あの時から私変だわ。狼に噛まれた。あの傷のせいかしら。Wednesday。 ああ、異変なんだ。狼に噛まれた。ああ、そっか。D。 朝か。というか、もう全然今関係ない自分の話になっちゃうんですけど、ちょっと録画環境を変えてみました。録画ソフトを変えて、ちょっと録音ソフトも変えましたので、なんか変なとこあったらごめんなさい。前のソフトだとね、ゲーム音がめちゃめちゃぶっ壊れちゃって、たまにおかしくなっちゃったのでね。ということで、やっていきましょうね、続き。ほい。アンジェちゃん、おはよう。アンジェ、おはよう。あ、ベル、おはよう。よかった。やっぱり僕のアンジェだ。うわー、なんか独占欲がここでちょっとにじみ出てる。僕のだって。ああ！アンジェ、そろそろお腹空いたよね。朝ごはんにしようか。あ、あ、待って、なんか、笑顔が怖い。アンジェ？朝ごはん。私の朝ごはんは。朝から？マジで？まさか、また、逃げるの？ああ、操作説明2、襲い来る吸血鬼から逃げてください。ただし前回とは違い、呼びかけは一度だけとは限りません。彼女が正気を取り戻すまで何度でも呼びかけてください。なるほど。何回かチャリーンっていうのがなるってことか？よし、行くぞ。逃げるぞ。ほい。あ、ほい。早い。早くない？ちょっと待って。こう。待って。あれ、なんか BGM なんで消えるの？はい。ちょっと早いよ。アンジェ。聞いてよ、アンジェ。一瞬止まってくれるんだね。こんなのおかしいよ。アンジェ、僕は君の味方だから。あ、終わった？おお。違うの。本当はね、私。あら、ベル、おはよう。おはよう。ようやく目覚めたんだね。何よ。まだそんなに遅い時間じゃないでしょ。うわ、ここ、そうだよね。なんかそんな遅起きでもないのに寝坊したみたいな言い方をしてたよね、ベル君ね。うわ、そういうことだったんだ。うわー、そういう意味じゃないよ。まあ、いいや。僕、向こう行ってるね。うわあ、ああ、ピコーンじゃないよ。びっくりした。ねえ、ベル、ダレンって子を知らないかしら。このくらい小さくて、この家の妖精たちと同じくらいの大きさで。え、ダレンがどうしたの？この家の妖精って？だからほら、この家には昨日まで5人の妖精がいたでしょ。今日は4人しかいないみたいだけど。どうしよう。アンジェが何を言ってるのかさっぱりわからない。うわー、びっくりした！ちょっと！妖精たちもこのお菓子の家もみんなとっても可愛いわよね。そうだね。はあ、狂気的だ。こんな汚れたベッドでアンジェ嫌だよね。僕がアンジェのこと。あれ、なんか昨日よりもますます汚れてないか。いや、怖い怖い。どうしたもんかね。なんかここベトベトに汚れてないか。汚れた本棚、そうだよね。ここは特にでも変わんないよね。これアンジェちゃんの落書きなんでしょ。これもアンジェの字だと。怖いよ、アンジェちゃん。ちょっとどうする？アンジェ、やっぱりああなってる時のことは覚えてないんだ。吸血鬼について調べないと。何か資料はないかな。それで調べてたんだ。これか。吸血鬼に関する考察と研究という本がある。はい、これね、広げて読んでたもんね、端っこでね。隠れ家村に深く関わる吸血鬼について。隠れ家村に古くから吸血鬼伝説がある理由、それはかの村こそ吸血鬼の作った村だからである。その創始者である吸血鬼はかの村の村人の先祖であるという伝承もある。ダンピールの先祖ってこと？彼は隠れ家村が人間の村となった後も自らのふるさとを愛おしく思い、たびたび訪れ、また自分を追い出した醜い村人たちを殺戮するという。吸血鬼の特徴。1、不思議な目。2、鋭い牙、尖った耳。3、血に飢える。4、彼らにとっての月は赤い。常に仲間を欲する吸血鬼たちは村人を殺す以外にも自らの仲間として迎え入れるため、人間を吸血鬼へと変化させる術を持っているという。その手段は2つあり、片方は噛むこと、もう片方は血を分けることである。噛まれたって言ってたね、アンジェちゃんね。噛む、もう片方に比べ比較的リスクの少ない手段。吸血鬼に噛まれ仲間となった種族はクォーターと呼ばれる。血を分ける、吸血鬼の血を人間に分ける手段。彼らの血を受け入れられる人間はわずかでハイリスク。この手段で吸血鬼になった者はハーフと呼ばれる。吸血鬼の種族について。ベル。おお、ベルったら本なんて読んでるの？やばい。後ろから話か。うわ、アンジェ。急いでそれはしまうよね。なんだい？なんで隠すのよ。ちょっとね、アンジェにはね、まだ早い本だからね。そりゃ、君の正体を調べてますなんて言えるわけないだろう。何よ、良くない本でも読んでるの？ダメよ、そんなのベルにはまだ早いわ。こっちに渡しなさいよ。ちょっと。吸血鬼についての考察と見…ああ！ねえ、そんなことより今日はいい天気だよね。窓は打ち付けられちゃってるけど、ベルには天気がわかるの？いや、その…とにかく何でもないんだ。何よもう。あ、危なかった。戻しておこう。うわ、続き気になるよ。結構重要なんじゃない？ハーフとかさ、そのクォーターとかさ。これもう一度手に取っちゃダメ？どこまで読めるんだこれは。どこまで読んだんだっけ？噛むこと、そう、クォーター、ハーフ。あ、ここまでしか読めないのか。あ、うん？吸血鬼の種族について。吸血鬼の中にも種族が存在し、それらは主に吸血鬼になった家庭によって3種の種族に分かれる。純血、先天的な吸血鬼で我々の先祖だと言われている。数は非常に少ないが力は強く、不老不死。人間を吸血鬼にし、吸血鬼を繁殖させることができる。なんかこういう系の吸血鬼者ってこういうタイプがいるよね、絶対。クォーター。彼らの寿命は人間より少し長い程度で力は弱く、繁殖の力もない。主に吸血鬼たちの手下として存在する。ハーフ。彼らは我々が普段想像する吸血鬼と同じである。不老不死であり、純血には劣るが、人間を凌駕した力を持ち、繁殖能力もある。ただし、ハーフの吸血鬼のほとんどは分けられた血を受け入れられず、自我を失い発狂した化け物になり果てている。ランピール。吸血鬼と人間の子として生まれた存在をそう呼ぶ。身体能力が人間より高い。彼らには吸血鬼とも人間とも違う特殊な能力がある。その能力とは吸血鬼探知。何かによって吸血鬼の元まで導かれるという。このためランピールの子孫は代々ヴァンパイアハンターの称号を受けることになっている。なるほど。ほう。んってことはあれ、なんかアンジちゃん狼に噛まれたって言ってたよね。噛まれたからクォーターってことか、アンジちゃんは。いやでもな、もしかしたらハーフの可能性もまだあるよね。どうだかわかんないけど。いやー、難しくなってきた。ということは、ベル君は、その吸血鬼探知能力があるから、アンジェちゃんのことがめちゃめちゃこう、好きで好きでしょうがないみたいな、そういうこと？あ、ここ通れなくなった、完全に。なんてことだ。アンジェちゃんに拒絶されている。ねえ、ベル。どうした？あ、アンジェ、どうしたの？大丈夫？なんでもないわ。ただそのちょっと喉が渇いて、あ、水をたくさん飲んでるのに潤わなくて、血を持ってこなくちゃ。あ、血を持ってこいと。なるほど。え、血を持ってくる。なるほど。あ、わかった。あれだ。ベルくん家にさ、家畜小屋があったよね。家畜から血を取ってくるのか？お、夕方だ。よし、じゃあ行こうか。もう、今日はまっすぐ行けるんじゃないの？ほれほれ。あれ？間違った。よいしょ。この腹にも引っかかるからさ、腹にも引っかかるから行きづらい。よし。お父さんは相変わらずいないんだね。あ、ここにいるじゃん、吸血鬼。先祖の古い肖像画がかけられている。D、この野郎。もう、許さねえからな。あれ、また誰もいない。僕が侵入したって、バレてなかったのか。まあ、しょうがないか。必要なものだけ取って帰ろう。食べ物と、それと、そうよね。とりあえずまだ食べ物を持ってくる。はいはい、食べ物を手に入れた。で、こっちでしょ。家畜小屋。おお、ヤギの死体を手に入れた。マジか。うわ、ヤギの死体の血でアンジェちゃん満足するんか。え、お父さんいないよね。大丈夫だよね。よし、行くよ、帰ろう。はいはいはい。このさ、かける13っていうのはさ、人間よりもちょっと力が強いみたいな言ってるダンピールのライフポイントみたいな、そういうことかな。よし、うわー、ちょっとアンジェちゃんが怖いなぁ。関わるの怖いわ。あれ、いない。アンジェちゃん、アンジェちゃん、あ、こっちにいた。何呼んでんの。あ、ベル、探してたのよ。どこにいたの。僕もアンジェのこと探してたんだ。アンジェ、食べ物を持ってきたよ。そろそろ食事にしようよ。そうね、私もお腹が空いてたところよ。それじゃあそうしましょうか。うん、食べ物のことだけどね。あ、それ。あ、ヤギの死体か？どうした？ごちそうさま。ベルもありがとう。お腹はいっぱいだし、喉も潤った気がしていい気分だわ。うわ、目の前でヤギの死体からさ、血をすすってるアンジェちゃんを見てるわけでしょ、ベル君は。そりゃ何とも言えない気持ちになりそうですわ。あ、アンジェ。何よ。なんでもないんだ。ただ、アンジェ、たまには違う服も着たら、もしくはエプロンだけでも買えるとか。気づきにくいけど、アンジェのエプロン帰り血が。マジか。うるさいわね。しょうがないじゃない、出られないんだから。水浴びはしてるんだからマシでしょ。シンシア、アンジェ気づいてないのかな。気づいてないといいな。何が何がこれがシンシアちゃんの帰り血、そういうこと？違うのか。いや、わからない。怖いね。待って、今どんぐらいの時間だ？いい感じの時間なのではないだろうか。ということで、今日はこんくらいにしましょうかね。ご視聴ありがとうございました。ではまた次、ここで寝るところからね、始めましょうかね。では、お疲れ様でした。またねー。